の質疑を行います、はい、牧野君、はい、自民党の牧野孝雄でございます、私はまず、衆議院予算委員会で、我が党の稲田議員、柴山議員が取り上げました、農水省の関わった対中国農林水産物の輸出事業なるものについて質問いたしたいと思います、本来ですと加納農林水産大臣に、質問をする予定でございましたが、病気ということで今日は、欠席をされ、代わりに筒井副大臣がお見合っていると思いますので、まあ、筒井副大臣に質問をしたいと思います、まず概略をおさらいしますとですね、おととし12月、加納大臣が民主党の代議士の公設秘書である田中公夫氏を農水省の顧問に秘書兼務のまま任命をしました。そして時を同じくして筒井副大臣が中国の国有企業中農集団との間で日本の農林水産物の輸入と北京市内の全国農業展覧会の中の日本産品の常設展示場の設置運営の窓口になってもらうための覚書を取り交わしました。その後顧問になった田中秘書が中国側と交渉しながら日本側の窓口である社団法人の設立の準備をしてきました。そして去年の7月にこの社団法人農林水産物等中国輸出促進協議会が設立され、この元秘書の田中氏が代表理事に就任しました。この後この社団法人が愛知先の子会社と協議書を取り交わしましたが、輸出の具体的成果は今のところ全く上がっておりません。事実関係を客観的に述べたつもりでおりますが、筒井大臣、ご答弁でよろしいですか。はい。農林水産省、筒井信孝副大臣。はい、今言われた限りの事実関係はそのとおりでございます。ただ一点違うのが、全く成果が上がっていないと言われましたが、25日の日に、米、これが燻蒸なしの米、それから粉ミルク、これは皇帝域以来輸入輸出禁止物でしたが、それと日本酒、これが輸出されました。これは展示館の展示用のものとして行ったわけでございます。さらにもう一つの成果としては、向こうの中農集団の子会社の農発食品が、中国政府から米20万トンの輸入にあたっての最恵国関税枠、これを取得した、こういう事実もございまして、進展をしております。それでさらには展示館5000平米の向こうの農林水産省農業部所有の建物、これがその展示館の候補地でございますが、内装工事が ほぼ終わったという段階になっております。辻さん、どうぞそちらにかけてください。はい、その向こうの方へ、大臣席へ、遠慮なく、はい、どうぞ。はい、今お答えになったことについては後で後ほど質問させていただきます。衆議院でまずやり取りを聞いてですね、不思議に思ったのは、まずはですね、この農水省という省庁の顧問に政治家の秘書、公設秘書がですね、任命される、しかも兼務のまま任命されるということはですね、前例のないことだと思いますけれども、どういう経緯でこの方が任命されたか、今の答弁聞いていると辻大臣、副大臣はこの一連のことについてお詳しいようですから、この経緯を教えてください。辻副大臣。日本産農水産物、この輸出というのは農水省にとっても大きな課題でございまして、この輸出を大幅に拡大する、これは中国に限らずでございますが、そのことは日本の農林水産業、それを言ってるんです。そして農産漁村の発展のために不可欠だと。だからこの事業を農林水産省としても支援、協力するという、こういう姿勢で取り組んできたわけでございまして、この中国への輸出に関して非常に詳しく、人脈も広い、そこで、田中さんに、顧問になっていただいて、そのことを進めていったという経過でございます。はい、牧野孝雄君。はい、以上。はい、
私は聞いたことだけお答えしていただきたいと思いますけれども、どうして公設秘書の兼務をしながら、そういう交渉ができるのかというのと、どうしてその農林水産省という公の省庁の顧問に政治家の秘書を任命したのかということを私は聞いてるんですよ。だから例えばですね、中国にね、いろんな人脈があるとか、他にその輸出に関していろんな造形が深い方はもっといっぱいいらっしゃるでしょう。わざわざその人をどうして任命したかということです。筒井信孝君。なぜ田中さんを任命したかは先ほど申し上げたとおり、そして兼務の問題に関しては衆議院の運用上6ヶ月以内に、公設秘書を辞任すれば問題ないということで、6ヶ月以内に辞任をしているわけでございますから、その点でも問題はないというふうに判断をしております。はい、牧野君。はい、いや、それはですね、届け出の秘書の公設秘書の権限を届け出の話であって、農水省が公設秘書を任命していいなんていう話はどこにもありませんよ。だからまず、それは、そこにしておいて、他の次の質問に行きますけれども、じゃあ、牧野君。はい、牧野高夫君。それではもう一度、じゃあどうして公設秘書を任命したかということだけ簡潔にお答えください。はい、土井副大臣。だから先ほども申し上げたとおり、6ヶ月以内に、実質的な理由は知識と人脈が広い人だから、これが適任だということで、任命したんです。そしてそれが法的あるいは運営上問題があるかという質問ですから、これは6ヶ月以内に辞任すれば問題ない、一切問題はないというふうに思います。はい、牧野孝夫君。はい、じゃあ総理に伺いますけれども、公設秘書、政治家の公設秘書でしょ、兼務のまま農水省の顧問に任命することが適切だと思いますか。野田内閣総理大臣。そういう前例があったのかとかちょっと分かりませんが、異例のことなのかもしれませんけれども、日本の農産品を輸出していこう、それを拡大していこうという農水省の一つの方針の中で判断をされたんだろうと思いますので、今の筒井副大臣のご説明をそのまま受け止めております。はい、牧野孝夫君。これもともと農水省が、農林水産物、日本の農林水産物を販路を開拓するためにですね、中国にいろいろ働きかけしているのは私も存じ上げているし、それを成功させることはいいことだと思っていますが、私はこの一連のですね、その輸出事業というもの自体が非常に不明瞭だと思っております。皆さんのところにお手元にも配りましたけれども、この中で今後この元秘書が代表理事になった農林水産物等中国輸出促進協議会になるものでありますけれども、この代表理事が田中公雄さんですが、下に書いてある、社員特別会員 A 社 B 社 C 社 D 社 E 社 F 社、 A 社は1億円この団体に基金拠出します。 B 社3000万 C 社3000万、D 社、500万というふうになってますが、これは全部製薬会社とですね、一般の、薬を作ってる会社と健康食品を作って売ってる会社ですよ。で、この団体の今現在の基金の推定は1億8000万から2億円ぐらいと言われてます。この額足しただけで1億7000万いってるんですよ。どこに農林水産物と関係あるんですか。はい、筒井副大臣。今の役員のことも言われましたが、役員理事は3名で、ここに、はいはいはい、それでそこで、農業法人の役員も参加しておりますが、この拠出しているのは会費と基金、これを拠出しているのが、私、前にも申し上げましたが、12社プラス8社の20社が出しております、その20社のうち、サプリメント業界の人は6社いる。いうふうに聞いておりますが、それ以外はそうじゃない農業団体、等々の会員が拠出をしているというふうに聞いております。はい、牧野君。辻副大臣は詳しいみたいですから、
じゃあ今現在この団体に基金はいくらあるんですか。辻井副大臣、金額についても私は促進協議会の方に公表することを了解をもらっております。で、公表してほしいということでございまして、今まで会費それから基金、合計で約1億8000万足らず、これが集まっております。そしてそのうち1億4000万ぐらいが中国の方に送金されております。現在残高としては4000万ぐらいが残っている、基金に関してはそういう状況。ただし私がそれを口座を見て調べたのは1月の段階でございまして、その後基金や会費がまだプラスされているというふうには聞いておりますが、その後の増加に関しては私はその通帳は確認しておりません。牧野孝雄君。再度申し上げますが、今副大臣がおっしゃったみたいに、副大臣が把握している基金が基金と会費1億8000万で、私が今この資料で提出したみたいに、1億7000万が農林水産業と関係ない、製薬会社と健康食品会社がこんだけのお金出してるんですよ。だからどうしてここがこういう構成と、先ほどおっしゃった、日本の農林水産物を中国に輸出するという目的と、全然ずれちゃってると思いますが、まあいいです、その実態を今伺ったと思いますんで、野田総理、どう思いますか。野田内閣総理大臣。いや、ちょっと今、個別の案件、よくわからないです。今、副大臣からのご説明をよくお聞きいただければと思います。おい、ちょっと静かにしてください。質問が聞こえない。牧野孝雄君。はい。じゃあ、もう一度、野田総理申し上げますよ。しっかり聞いてくださいよ。さっきからやったんだから。え？いいの？おかしいと思わないか聞いたらいいのよ。牧野君、もう一度、はい、質問を簡潔にやってください。じゃあ、先ほどからずっとやり取りしてますが、そのやり取りを聞いて、この団体の事業を農林省が、レールを敷いて、この事業を支援していること、おかしいと思いませんかと、私は総理大臣に伺います。はい、野田内閣総理大臣。いや、まだちょっと事実関係の把握の途中ですので、まだいいとかおかしいとかっていう話じゃなくて、引き続きちょっとお聞きいただければと思います。まあまあいいじゃない。はい、それじゃあ筒井副大臣。先ほどの1億8000万というのは、民間団体である一般社団法人促進協議会が会員から集めた金でございまして、それが中国の方に送ったのは、中国の展示館事業の賃料等の負担、賃料相当分等の負担金として送ったものでございます。そしてこの事業は、先ほど申し上げましたように、米20万トンの最恵国関税枠を取ったことで明らかなように、それらの米の問題をはじめとして、輸出を目論んでいるわけでございまして、今、中国側からかは、豚と鶏と、それから羊、この肉以外は全部受け入れる。こういう連絡が入っているところでございまして、農林水産物が中心の事業であることは間違いのないことです。牧野孝雄君。牧野君、話をね、すり替えて今お答えされていると。私が言ってるのは、要するに公設秘書の任命から始まって、この一連のその動き、この事業に対する農林省の関わり方、もっと言えば、筒井副大臣、加納大臣の関わり方、これがおかしいですよと、そして設立されたこの社団法人自体がおかしいですよって言ってるんですよ。だから、このですね、農林水産物の、要するにね、輸出をするというための、目的で作られた団体が、その団体の基金の構成しているのが、製薬会社と健康食品会社が1億8000万って大臣おっしゃったけど、副大臣おっしゃったけども、そのうちの1億7000万、こういう会社が出してるんですよ。全然おかしくないと思う方が私はおかしいと思います。だから総理、もう一回聞きます。これについてどう思いますか。は
はい、辻副大臣。当初から農水省はこの事業について支援協力する、これを表明しているわけでございまして、その支援協力の関係で農水省は関与しているんです。そしてサプリメント業界が入ってますが、これは健康食品をこの展示会でやっぱり輸出をしたい、こういうサプリメント業界の意向からこれを出しているんです。何の問題もありません。牧野君。それじゃあですね、この協議会の役員ですけれども、田中公雄さんは元公設秘書というか、まあ農林水産省の顧問を公設秘書の兼務をしながら受けた人で、理事の三輪義弘さんという方はどういう方ですか。はい、辻副大臣。私は固有名詞に関してはコメントいたしません。ただこの人はサプリメント健康食品の販売会社を経営しているというふうに聞いております。さらにもう一人理事がおられますが、先ほど申し上げたように農業団体の専務理事がもう一人理事があります。それから役員としては関西区がおりますが、関西区は元貢献の検事長がなっているというなっております。でこれらの役員の報酬はゼロ、当分ゼロであるということが理事会でも、これは軌道に乗るまで、利益が終わるまででしょう、ゼロであるということが確認されておりまして、交際費等々もすべてゼロということで、今、運営がされているというふうに聞いております。牧野君。まあじゃあそれですね、じゃあ農水省として、伺いますけれども、いろんな、まあ、不明瞭な点が私はあると思いますよ。もっと時間があればもっと詳しくやりますけれども、中国に対するその農林水産物輸出のモデル事業っていうのがありますが、この協議会について、これから補助金を出すお考えっていうのはありますか。はい、筒井信孝君。農水省の所掌と利用可能な予算の範囲内で支援協力するのが農水省の立場ですから、それは検討していかなければならないというふうに思っております。牧野孝雄君。はい、以上。まあですね、まあ、もっと露骨なことを言ってもいいんですが、まあもともとこの田中公雄さんという方が公設秘書された民主党の代議士さんは、やっぱりそういう健康食品に関係する代議士じゃないですか。だからもうすべてが初めからそういうことで関係しているというのが、これは疑われても仕方がないと思うんですよね。そういう事業を農水省が顧問にして、しかもこういう事業を後押しをするっていうのは、どう考えても私はおかしいと思います。それについて私は先ほどから野田総理に申し上げてて、できればというか、これは総理としてですね、詳しくこの実態を調査すべきだと思いますけれども、いかがですか。はい、内閣総理大臣。いや、こういう形で国会でお尋ねがあれば、それは副大臣含めて、あるいは大臣をご意見になれたらお答えすれば、それで説明責任を果たせると思います。牧野孝雄君。いや、事の始まりは菅政権の時からですけどね、今だってこの事業は、まあ、相手があって進んでるわけですよ。でこれが途中で事故等があった時ですね、誰が責任と思うんですか。だからちゃんとその実態として疑問がある、あるような状態でしたら、これはちゃんと調べるべきじゃないですか、総理。いかに冠を立たさんじゃないのか。はい、筒井信孝君。不明瞭とか言われますが、どこに具体的な不明瞭さがあるのか、それを指摘してもらえば、その点に関して農水省としても調べます。不明瞭さは一切ないというふうに今までの調査では判断をしております。
ちょっと静粛に願います。牧野孝雄君、質問が聞こえない。聞こえないです、はい、法的に今その触れてるかどうかということを私は聞いてるんじゃないんですよ。で、役所として公の立場として、そういう一つの業界団体にその利益が供するような、そういうその可能性が出てくるわけですよね。でしかも農林水産物、先ほど副大臣は輸出の実績があるとおっしゃいましたけれども、それを全部私も知ってますよ。それを送ったのはどこかといえば、宮さんが社長をされている会社じゃないですか。それと、もう一社は商社じゃないですか。だから、実績があると言ったって、日本の本当に、農林水産物が今送られてるわけじゃないですよ。だからこれから本当にいろんなことを考えたときに、やっぱりここはエリアを正して、ちゃんとやるべきだと思いますよ。それを私はもう総理に聞いてるわけですよ。はい、筒井信孝君。今送ったのは商社等々ではないかと言われましたが、秋田小町等生産者が作った日本の農産物を送ってるんです。それで不明朗は一切ないと言ってるんです。もし不明朗があるというなら、どこに問題があるのか具体的に指摘していただければ、こちらの方もそれをきちんと調査して報告しますというふうに言ってるんです。はい、静粛に願います。牧野孝雄君、この問題はですね、僕は奥が深いと思ってます。で、ここで、ピリオドを打つわけにはいかないと思いますんで、この社団法人の設立の経費と実態を知るために、田中君雄代表理事と三輪義弘理事の2人を参考人として、この予算委員会に招致を求めたいと思いますが、よろしくお願い申し上げます。お申し出につきましては後刻理事会で協議いたしましょう。はい、牧野孝雄君。では次の質問に入らせていただきます。食品中の放射性物質の、新しい基準値について質問したいと思います。端的に、小宮山厚労大臣に伺いますけれども、今回の、新基準値というのはですね、年間の体内被曝全体の上限を1ミリシーベルト以内に収めて、食品を分類をしてですね、規制値、基準値を決めたものでありますけれども、基準値の決め方というのは、国際的に同じ計算式で行うと思いますが、今度、日本と同じように、年間1ミリシーベルトを上限としている EU と比べますと、この基準値というのはですね、一般食品で 12.5 倍、飲料で100倍厳しい数値になっておりますけれども、なぜこのような数値になったんでしょうか、伺います。厚生労働大臣、小宮山陽子さん。低線量被曝による健康被害につきましては、科学的に安全と危険の明確な境界はないという考え方が一般的です。で、今回の新しい基準値は、その食品の国際規格を作成してますコーデックス委員会、この指標で年間1ミリシーベルトを超えないように設定されていること、こうしたことからやったもので、非常にこれは合理的なものだというふうに考えています。で、いくつかこの EU との比較をお持ちになってますけれども、いくつか違う要素がございます。で、一つはですね、やはり輸入品の割合が EU は 10%、 それに対して日本の場合は、2010年度はカロリーベースで 39% の自給率、そして、2015年度までに 45% を目標としてますので、 50% ということを考えている。ここに一つの差がございます。それから EU はセシウムだけで考えていますが、日本の場合はセシウムだけではなくて、ストロンチウムなどを含めて年間の被曝線量が1ミリシーベルトを超えないようにしているということ、それからあと日本の場合は今回非常に安全プラス安心していただくために、子どもの方にその基準値の基礎を置く分類を多くいたしましたので、男女別年代別の摂取量を確認して、最も摂取量が多い13歳から18歳の男性を基本として計算をしています。こうしたことから EU よりもかなり厳しい数字になってますし、何より前提としてですね、日本の場合はこの原発事故が起きているという事実もございます。
ございますので、今回は、これがこの新しい基準値というものは、これは多くの専門家のご意見も踏まえた上で決めておりますので、妥当な数字だというふうに考えています。牧野孝雄君。今ご説明を承って、思ったことをいくつかも伺いますが、汚染率 50% ということは、今、大臣もおっしゃいましたけれども、日本の食料自給率は 40% 前後ですので、要は半分がその外国から入ってくる、食べ物ということになります。で、汚染率 50% ということは、日本の国内製品は 100% 汚染されているということになりますよ。それが本当にその条件設定として正しいんですか。小宮山厚生労働大臣。それは事故が起こった後、まず暫定規制値を国際基準に合わせて作りまして、これも十分に安全な基準ではございます。ただ特にお子さんをお持ちの方などから非常に心配の声が上がっている中で、今実際にですね、私は現実的なこともちゃんと考えてやっていると思っておりますので、現実的に放射線の、その線量が低下をしている。ですからこの基準値でやっても整合性があるということで、今回この基準値を取らせていただきました。でこれを取った後ですね、パブリックコメントも求めましたけれど、パブリックコメントのうちの 77% の方が一層厳しくしてほしいと。でこれが厳しすぎるというパブリックコメントは 3% のみであったということもご理解いただきたいと思います。牧野孝雄君。こういう食品の規制値基準値というのはですね、今ある状況がどうだかとか、それとかですね、どういう世論があるとかというんじゃなくて、国が決めるものでありますんで、私たちが本当にこれ以下なら安全だという、その科学的根拠に基づいて決めるのが、私はこの基準値だと思うんですよ。今回の決め方を見ていると、議事録を見てもですね、厚生労働省の方から、その委員の方の方に、今出ている、原発後に出ている数値がこれだから、この基準でも、数値は下回りますよとかね。そういうのが何回も議事録見ると出てくるんですよ。それもちゃんと公にされてますよ。だからそういう決め方じゃなくて、本当に科学的な根拠に基づいて、どこからが安全で、どこからから上がリスクがあるよと、そういうふうに決めるべきだと思っておりますが、その大体、その元々の設定が1ミリシーベルトに、するのは、それは結構だと思います。ところで、その中から 0.12 分を、ストロンチウム分を除いて、さらに水の分は WHO に合わせて 0.1 ミリ分を除いて 0.78 ミリシーベルトの中で一般食品と他の全部決めてますから、どうしてもこういう数字になっちゃうんですよ。だからそういうので決めるんじゃなくて、本当に科学的根拠で、私たちがどんだけいろんなものを食べても飲んでも安全なのか安心なのかっていうのを決めるのが、この本来の私は基準値の決め方だと思いますけれども、今度の決め方、ちょっと違うと思いますが、いかがですか。小宮山厚生労働大臣。この業は自分で作ってるんだよ。いや、科学的根拠に基づいて安全の基準値を決めた上で、何度も申し上げますように、特にお子さんとか赤ちゃんをお持ちの方、その保護者の方などのご心配にも配慮をして、安全な上にも安心していただけるものにすることが必要だと私は思っております。私自身も子育てをしたりいろいろしている中でですね、多くの皆さんから、これはこの中でも今女性の委員の方も多くうなずいてくださっていますけれども、それは安全と安心は違うということは分かっておりますが、安全な上でも安心していただきたいということで、今回この基準値を作っておりまして、そのことについてはリスクコミュニケーション、どういうことなのかと、必要以上にご心配なさらないように、情報はしっかりいろいろな形でお伝えをしていきたいと思っております。牧野孝雄君。今ですね、ご答弁の私は大変ちょっと問題だと思うのは、安全と安心分けちゃダメですよ。一緒にしちゃダメですよ。安全というのは、これはもう要するに人間の感情が入るものじゃなくて、本当に科学的に安全かどうかだけで決めるべきものであって、安心できる数値でやがらここにしましたって言うんだったら、これはこんな決め方とても私は納得できないと思います。じゃあもう時間がありませんから申し上げますが、今度の飲料は10ベクレルにしましたけども、その10ベクレルに該当する飲料ってのは一体何ですか。小宮山厚生労働大臣。
10ベクレルは水とそれから飲料水とのその代替関係が強く摂取量の多いお茶です。牧野孝雄君。じゃあ、 飲料の中で水と同じ扱い、1キロ当たり10ベクレルというのはお茶だけで、コーヒーとか紅茶とか他の飲み物は、これに該当しないということですね。どうしてその緑茶だけその厳しい基準にしたんですか。小宮山厚生労働大臣。それはですね、平均の摂取量が緑茶類は1日あたり286グラム、コーヒーは47グラムというように、この緑茶については日本人の場合、飲料水と同じように摂取量が多いということから、こういう形にいたしました。牧野孝雄君。今のデータは私も調べましたので、これ、厚生労働省 のモニター調査の結果です。で、業界のことを言いますと、全国茶業中央会で、出しているのは、緑茶は日本人1人当たり692グラム。全日本コーヒー協会出しているのが、レギュラーコーヒーが1年間で2050グラム。インスタントコーヒーが337グラム。要するに、年間に、まあ、1人当たりに直してもいいですよ。同じですよ。要するに、緑茶の消費量の4倍がコーヒーなんですよ。なんで、それなのに なぜコーヒーが100でよくて、緑茶が10なんですか。全然整合性がないですよ。その点についてきます。小宮山厚生労働大臣。これは平成22年度食品摂取量頻度摂取量調査の特別集計業務報告書という、これをもとにしてやっております。根拠のあるものだと思っております。はい、牧野孝雄君。もう終わりますけども、もうこれはそこの団体が出している統計ですよ。要するに年間の日本の消費量がお茶が緑茶がでペットボトルも入れて8万8千トンで、コーヒーが26万トン、これを人口で割ってみたら私が言った計算になるんですよ。ちゃんとその数字は出てますよ。だからそういうことをちゃんともう一度考えた上で 再検討をこの、基準値についてしてもらいたいというふうに申し上げて、私の質問を終わります。はい、次に以上で牧野孝雄君の質疑は終了しました。ちょっと今答えてないから。いや、もう今再質問してないんだから。理事がまた後で、はい、まあ、今の答弁また理事会で協議をいたします。質疑は終了いたしました。